皆さんこんにちは、クールドッグのジョエルです。ここ新しいところに引っ越したんですけど、引っ越してここ新築なんですよ。だから僕が初めてここに入るわけですね。そして部屋が新築だから綺麗だから、なんかね、いろいろそのほら前の部屋から持ってきたなんか食器とかなんかいろんなものあるじゃないですか。ああいうのをね、なんかね、そのほら新しいものにしたいっていうふうに思ったりとか、あるいは今まで使っていたものでもこう綺麗にこう一回なんていうか拭いたり磨いたりして、なんか綺麗にしてから使いたいなみたいな気持ちになったわけですよ。だからそのなんかいろんな食器とかフライパンとかなんとかとか、あるいは冷蔵庫の中とかね、冷蔵庫の周りとかね、全部綺麗にこう拭いて、なんかピカピカの状態にしてから、使い始めたんですね。でそのいろんなもの持ってきたものとか、その引っ越しの時ってほら物がいっぱい溢れてるから、こうとりあえずそこに置いとこうみたいな感じでこう置いたりとかするんじゃないですか。で最初そこら辺にこう置いといたんですけど、もう絶対これ片付けないとなんかすっごい嫌だなとか思ってたわけですよ。で、ちょっとちゃんと落ち着いたら片付けようとか思っていたんですけど、ここ来てどれくらい2週間ぐらいかな、間にそのブダペスト行ってましたからね、ハンガリーに行ってたから、あとどこ行ってたっけ、どっか2カ所ぐらい行ったんですよね。だからなんかもう忘れた、どこ行ったか、あれどこだっけとにかく引っ越してからブダペスト、あれどこ行ったの、ちょっと待って、ポーランド行ったんですよね。ポーランド行って帰ってからまたブダペスト、ハンガリーに行ったんですよ。それで引っ越してからポーランドに行って帰ってきてから、ここに帰ってきて1週間ぐらいいたらまたハンガリーに行ったから、実質的にここね、まだ10日間ぐらいしかいないんですよ。それでたった10日間なんですけど、最初はこうほらもう片付けないと嫌だって思ってたのに、10日間、たった10日ですよ、10日間しかここにいなかったのに、なんかねもう見慣れてきて、生活しているとここでなんか慣れてきて、なんかもうあんま片付けなくてもいいんじゃないかな、これこの状態でみたいな気持ちになってきたわけですよ。これでしょ、なんか動物愛護団体の人たちからすっげえ嫌われて怒られる、ブリーダーになる原因はこれですよって思いましたね。たった10日しかいないのに、ここにもう見慣れてきて、あんまりもう片付けなくてもいいんじゃないかなみたいなね気持ちになってきたということは、最初はねやっぱ新築だし新しいとこだし綺麗な部屋だから、なんかちょっと全部綺麗にしたいなとかね、あと整理整頓して全部なんかきちんと片付けて生活したいなって思ってたんですけど、なんかもういいかなみたいな気持ちにちょっとずつなってきてるわけですよ。もちろん片付けますよ、もう一回片付けるけど、そういう気持ちになってきてるわけですよ、見慣れてきて。つまり狭いところに犬を入れて、もう汚いところで、汚いっていうのね、それはねそこに住んでいない人から見たら汚いのであって、だからそこにねずっとそこで生活してるとね分からなくなるわけですよ。僕がたった10日間で最初は絶対片付けようと思ってたのに、なんかもういいかなって思い始めたということと同じように、そこで生活してたらね分からなくなるわけですよ。なんかもういいんじゃないかなみたいなねそれしかもね、たった10日でなるわけですから、1ヶ月半年1年ってなってくると、もうただのそれは生活のただの毎日の日々の日常の生活空間であって、もうね全然分からなくなるわけですよ。それが汚いとかなんか狭い環境で犬を、狭いケージの中で犬を飼っているということが、それはなんか劣悪な環境であるとかね、劣悪な環境で飼育しているとかね、そういうふうにもう感じなくなるわけですよ。毎日毎日そこで生活してるんだから。だから日々そのいつもきちんと整理整頓して、いつもきちんと掃除するということをね心がけてないと、なんていうかね、分かんなくなりますよ。なんかね、もともとそのほらやっぱりね、そのなんていうかな、汚くても平気な人でも、その汚くても平気な人っていうのは、その人にとっては別に汚くないわけですよ。そうではない人から見た時に、なんか汚いこいつの家とか思うかもしれないけど、でもなんかほら
その人は別にその家が汚いとも思ってないし、その生活空間がなんか汚いとか、なんか雑然としているとか、なんかそういうふうには全く思わないわけですよ。そこに住んでいない人で、まあ普通、まあ僕たちが普通なのかどっちが普通なのか分かりませんが、まあ僕が見たとき、僕がって言いますね、僕が見たときに、うわ汚ねこの家って思うっていうのは、その人は思ってないわけですから。だから普段からやっぱりね、これ小さい時からの育った環境とかいうのもあるかもしれませんよね。なんか母親があんまり掃除しない女性だといつも家の中散らかってて、なんか別に掃除しないとかいうことだと、別にそれが普通になって育っていくのかもしれませんよね。だから、分かんないけど、あのね、日々普段からきちんと整理整頓して掃除するっていう、心がけっていうかな、そういう、生活スタイルみたいなものがないとね、分かんなくなりますよ本当に。たった10日間で僕がなんか最初は絶対片付けようと思ってたのに、まあいいかなもうこれでみたいな感じになってきてるんですから。だからあのね、ここはとてもね重要なところだと思いますよ。これによってその毎日の日常、ただの日常の風景になってくるから、家の中とか家の周囲が、そうしたらもうそれが普通になってね、分かんなくなりますよ。これがだから動物保護団体、愛護団体の方々からすごい嫌がられて、なんかもうダメだあのブリーダーはとか言われる原因、そういうブリーダーになってしまう原因なのではないかっていうふうに思いましたね。それでは皆さん、なんかこんな動画でいいのか分かりませんが失礼いたします。なんかもうゆるい話だな、なんかすげえどうでもいいみたいな、まあどうでもいいよ、よくはないかもしれないけど、すげえゆるい話。それでは皆さん失礼いたします。撮れてるのかこれちゃんと。